こんにちは、ナンバです。今回はですね、買って人生に重大な損失を与えるもの、結構ね、失敗したもの皆さんあると思うんですよ。買って損しちゃったとか、それを買ったせいで自分の人生が変わってしまう。まあ、僕はですね、大きなもので言うと昔会社を買いました。いくつかの会社を買ったんですが、その一つで大失敗してですね、最初は買った値段は6000万だったんですが、結果出た損失は3億5000万。これなかなかの痛手です。まあ、撤退費用とかですね、そういったことって結構かかるんですね。僕も大家さんもやっているんですが、まあその大家さんの時にですね、改装されたい人に、まあいいよと言いますけど、撤退する時に原状復帰してくださいと。そうするとですね、彼らそこまで計算してなくてですね、原状復帰費用がものすごくかかっちゃったりとかですね、自分を縛られるようなこと、自分が予想できないような、そういった費用がかかる買い物。これからの日本の人たちに思うのが、家を買ってはいけない。これから予想される大きな災害、例えばあなたが買った家がですね、台風で屋根が飛ばされたら、もちろん修繕したりとか、僕ら若い頃に例えば友達が家を買って、まあ当時ですね、若くして買うとですね、名古屋あたりだと1000万ぐらいで買える。定年になって退職金をもらった頃にはですね、その家の価値が5000万になっている。ところが今はですね、2100年には日本の人口が半分になる。そんな中で固定的な資産の価値上がるかな。もし皆さんがですね、ちょっとした田舎に住んでるとしたら、そこのインフラを整備する、そういった税金が投入できると思いますか。まもなくですね、ちょっとした郊外の水道や下水道、それを整備する予算がなくなってきます。なおかつ、もし水道が民営化されたら、でもそれは民間の水道会社がやっているんで、もうどん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 別荘を使う人が少なくなって、それでも水道を維持しようと思ったら、各民家の負担金が高くなるに決まってるじゃないですか。ということで、絶対に普通の人が買っちゃいけないもの、これは家だと思います。買ってはいけないもの、僕はですね、自動車屋さんですね、昔から。まあ今でもちょっと細々と自動車屋さんのフランチャイズみたいなのやってるんですね。まあオークションに参加していただいて、まあ自分の欲しい車を買って周りの人に売ってるみたいな、まあ、そんな人たちがいる中、なんなんですけど、車を買うのはどうかなと。僕は実を言うとですね、今東京で車を持っていないんですね。駐車場代がこの辺で借りると5万円しちゃうし、税金保険そういったものがついてくるんで、結構なお金がかかるんですね。でもこの辺ですね、カーシェアだけでもいくつもこうあってですね、そのカーシェアを短期的に借りる、これが今めちゃめちゃ便利な時代になってです。だから都会にいる人はですね、車を買っちゃいけない。今もし車を買おうと思っている都心に住んでいる方、ぜひ一度近くのカーシェアを検討してみてください。次はですね、保険。これもですね、昔は良かったんです。生命保険会社さんにですね、終身とか言ってかけて、最後に還付金みたいなのがあってですね、それがまあ随分儲かった保険。ただ今の時代ですね、なかなかそういった保険がないんですね。キックボクシングをやるときにスポーツ保険に入ってですね、もし事故があったらいくらもらえます。こういった保険についてそれを否定するつもりはないですけど、保険よく選んでください。結構何気なくで知らない間に無駄に入ってる保険ありますよ。これはちょっと言い過ぎかもしれないけど、コンタクトレンズとか買っちゃいけない。実を言うとですね、僕レーシックをやったんです。確かにレーシックのお金かかりました。でも多分コンタクトレンズをしていたらですね、そのお金の方がよっぽどかかってるはずです。あとコンタクトレンズってやっぱり持ち歩いていかないといけない、旅行するときにも不便があったりとか。レーシックやるとですね、もう一気にその不安がなくなって、世の中がですね、本当に僕急に明るくなってびっくりしました。買っちゃいけないものの一つ、コンタクトレンズ。僕はそういったレーシックを勧めてます。買ってはいけないもの、情報商材。でもですね、僕実を言うと買ってしまったんです。何年か前にこれを見るとゴルフが上手くなるっていうのにですね、ものすごくこうお支えの言葉が上手いんですね。で、あまりにもその上手さに釣られてですね、プチッとクリックしてですね、1万9000円ぐらいだったかな、ゴルフの情報商材買ったんですね。ところがまあ買ってみたらですね、なんと普通の本に書いてあることが並んでるだけ、全く意味がなかったです。甘い言葉に誘われて中身のわからないもの、そういったものを買って後悔している人、何万人どころか何百万人という人がその後悔をしていると思います。もしその後悔をですね、経験したことのない若い人、十分に気をつけてください。そんなに大金じゃないかもしれません。でもそこにですね、さらに
高い情報商材を売りつけてくる人たちがいるんで、結局何もならないものに何十万も払ってしまう。こんなことにならないように気をつけてください。それからぜひですね、こんなものを買って失敗しちゃったとかですね、これに騙されちゃったとか、ぜひコメントください。